おはようございます。おはよう。おはようございます。2018年8月の10日金曜日夕方の16時40分です。おはようございます。起きました。おはようございます。窓監督です。映画撮ってます。よいしょ。おはようエルビン。おはよう。これ、オキオン CD おはよう。マガありがとうね。何いきなり。おはよう。アイテムありがとう。ナイスアイテム。いい子。はい、ナンバさんおはよう。ワンツー。アイテムありがとうね、いつもね。ナンバさんありがとう。おはよう。よいしょ。イエスさんありがとう。ハートありがとう。みんなありがとう。アイテムありがとう。アドトラックのね、アイテムも、アドトラック、もしよかったら受かりたいんで、トラックプレゼントお願いします。トラックお願いします。トラック相手もぜひぜひ。おはよう、待った。おはようございます。
はい、みんなおはよう。あとつぅ。はい、イカ娘、こんにちは。はい、こんばんは。俺は今おはようだよ。今起きた。みんなおはよう。何が？ああ、そう状態？いや、なんかね、最近ね、なんか自分がやたら活動的だなと思って、あれってもしかしてそうなのかなと思ったけど、昨日のりこに怒鳴ったりとかもして、ああ多分俺も解放と一緒でそう状態なんだなっていうのはちょっと思った。今日の今朝気がついたね。なんかやたら活動的だし、やたら多弁だし、ちょっとそうっぽいね俺も。はい、こんばんは。どうなんだろうね。うん。激辛アイテムありがとう。マリルボーン、こんにちは。お経の CD さん。ドラッカーありがとう。ドラッカーありがとね。Thank you。 エンマさんおはよう。風船ありがとう、エンマさん。おはよう、みんな。おはよう、やっさん。はい、うめえな。激辛アイテムありがとう。はい、こんにちは、カッピーさん。おはようございます。おはよう。たくみさん、おはよう。
ナナさんごめんなさい、ここフォロワー限定放送です、ごめんなさいね。アイテムありがとう。うん、いや昨日作ってもらいたいよ、無名さんに。少し荒れやすい放送とかフォロワー限定にするだけでだいぶ変わるもん。他のサイトにはあるんだけどね。あ、ニコ生とかあるよ。コミュ限つってコミュニティ限定放送。フォローしてる人しか見られない放送あるよ。でもさ、配信者からすると、この、何ていうの、フォローもしてくれない人と交流しても何の意味もないわけだ。断環塾進展してるのもそうなんだけど、多分なんだけど、マリルボーン弾丸塾見てないんだよ。なんでかっていうと、番組の最後に全部書いてあるの。今後こういうスケジュールでこうやりますとか。だから多分マリルボーン見てないでしょ、弾丸塾。暑いね。今起きた。マリルボーン見てないでしょ、ぶっちゃけ。だから、興味のない人ほど質問すんの。番組を見たら絶対わかる構成になってるの。次回こうやります、ああやりますって。ツイッターフォローしてる？弾丸塾の。弾丸塾見てないでしょ。だから、フォローしてないとか見てない人に説明する義理はない。とりあえずっていうか、その、応援する気がない人とか、見ない人に向けて何もやっても意味がないから。だからまあ、フォローしてくださいっていう。見るんだったら最低限。ありがとう。バーガーありがとう。カルボうまいね。料亭の旦那？だって見るんだったら応援するのが当たり前じゃん。邪魔しに来る人はいらないでしょ。
馬が、あ、ドラッカーありがとう、マークちゃん。うん、でも俺マークちゃんの写真見て思ってたよりセンスあったよ。目が全然ある。ただボーカルが帽子深くかぶって顔見えないのもったいないよね。多分まあトレードマークなんだろうけど、これだったらボーカルのボストレーっていう。ありがとう。はい、でもありがとう、エミさん。あれはね、多分ね、あのいろんなバンドもやってるはずだし、海外のアーティストも日本のアーティストもアニメでもよく使われんの。要は人数が多くなるから、あのもう顔パッて撮って、要は顔は撮るのはさ、もう何枚も撮ればいいわけじゃん、かっこいいと思うの。それ後からはめ込む。もうあれはよく見る手法だと思うよ。あれは やりやすいかな。俺だったらあれやっちゃう。もうその4人まとめとんのがだるかったら。おはよう。今起きた。おはよう。何今金梅さんと慎吾さん一緒にいるの？なんかツイッター見たらそんな感じだったね。ふわちゃりありがとう。あ、一緒にいるんだ。なんかねえ、慎吾さん、まあ変な言い方だけどなんか奇形だね。改めて写真見て思ったけど、体のバランスと顔のバランスおかしいね。うん、ありがとうね。はいはい。うん、何もすることがない。三原キングさんいらっしゃい。今日休みだ。俺は毎日休みだからね。激辛アイテムありがとう。課金はできないんじゃないよ。するかしないかだから。できるかできないかじゃないよ。課金をするか課金をしないかだよ。シビリアンいらっしゃい。あのなんだっけ、あーちょっと髪型っぽいかもね。あのピアスのやつ、浅野忠信がやってたやつ、一のあのスプリットターンのやつでしょ。ちょっとぽいかもね。この角度ぽいかも、髪型も。おう、思った。殺し屋いつもあれもすごいよね。
初めて言われたわ。まあ俺前から思ってたけど、あれはもう俳優とかでサイコパスな殺し屋役とか敵役やりたいもん。絶対ハマるでしょ、サイコパスシリアルキラーの役とかやりたいよね。絶対主役は無理、主役タイプはヒカルくんとか、ああいう鼻のあるキャラクターが。悪役やらせたら強いよ。鮫島さんも悪役似合うよな。ヒール軍団だから、ヒール軍団。のんびりしてるよ、のんびり。ひげ短くした。ちょっと長かったからバランス整えた。捨て頃で鍛えたかんね、だいぶだいぶ体太くなったよね。だいぶ筋肉ついたよね、捨て頃で。肩幅変わったもん、撫で方だったのに。ここはボコッとなった。ちょっと今減量、減量っていうかダイエットしてるけど、じゃあ胸板がめちゃめちゃ熱いの、もともと。意外とって何？意外とって、ちょっと痩せてきたね。やっぱ写真撮ってるとさ、あの腹出てたりするとダセーっていうのがあって、これ痩せないとなと思ってちょっと今頑張ってんの。細い体になりたいな。細い。ツバニャンはやりすぎだよ。てか俺マジでね、ツバニャンはね、全然、たまにさ、男の人でさ、ツバニャン可愛いっていう人いるさ。俺マジでツバニャンを綺麗とか可愛いと思ったことマジで一回もないの。俺ディスとかじゃなくて、あのさ、あれ可愛いかマジで。
俺ツバニャンに裸で迫られても全く何にも起こらないと思うもん。むしろ多分キレると思うもん。あーっつってなんか俺はグッと来ないんだよね。なんかツバニャン好きな人いるよね。可愛いか、なんか全然グッと来ない。あ、そうだね、うん、なんかこう華奢な、華奢っていうかなんかその守りたくなるような子がいいね。そう、うん、女の子らしい女の子が好きだから。強い女苦手なんだよね俺。正解、正解だわ。ガリガリよりも少しぽっちゃりした方が好きだね俺は。プニプニしてる方が好きだね、どちらかっていうとね。まあでもあんま見た目で選ばなくなったよ。なんか若いうちだけだよ見た目でどうこうっていうのは。見た目よりも性格のとか相性の方が大事だよ。見た目はダメ、見た目で選ばないね。見た目で選ぶと大体ろくなことがない、ね、なんで分かったの？なんで俺のタイプをなんで勝手に分かるの？なんで？観察してるから、人間観察。ベッドが広いよ。まあでも相性だよね。昔からワンワン戦ってるよワンワンとバン合戦してたね。毎日お互いをバンさせてたからワンワンと同じぐらいのコミュニティレベルで2人で背比べしてた。でも1年半ぐらい戦争してたからワンワンと。もともとワンワンが横浜に住んでて、俺がやってたバーに飲みに来たことがきっかけで、あの壮絶なディスり合い でワンワンが働いてる風俗をめくったりとかいろいろやってたら、もうなんか泥沼化してった。すごかったよ本当に。結局裁判までなったから、ワンワン公開裁判っていう会がある。俺がふわっち行ってからもう全然絡みなくなったけどね。いやあれは面白いよワンワン。いやもう俺があのワンワンをとっくにもう、なんだろ
ワンワンよりも全然結果を出してしまったから、ワンワンよりも人気があるし、閲覧はあるし、アイテムも稼げるようになったから、眼中になくなった。そうだね、戦友というかライバルだね。ワンワンと川崎洋平とサノッチあたりとあれじゃん、閲覧同じぐらいだったんじゃん、メモレーとか。ニコ生で言ったら、かわいいかわいい我が子たち、うん、かわいいよね。最近メンヘラになってんだ。食べてるよ、だから家族だもん、うん、初見さんいらっしゃい、ごめんなさい、うちフォロワー限定放送なんでフォローしてない人はごめんなさい、うん、うちフォロワー限定放送なんです、ごめんなさいね。もうずっと飼ってるの、もう向こう行ったよ。はい、お疲れ、マムさんおはよう。生まれ変わったら俺も文鳥になりたいね。ありがとう、よろしく。そうなんだ、もう荒らされるからね、フォローしてない人はブロックしてんの、うちは。シャカとね、ペコ、シャカちゃんが白いのでペコ。そう、釈迦は仏教のブッダの釈迦からで、でペコはのんちゃんがつけた、ペコ。はるさんごめんなさい、ここフォロワーさん限定放送です。はいはい、よろしくです。アイテムありがとうね。小籠包さん、ここフォロワーさん限定放送です。プロフィールページ読んでください。うちの文鳥生まれてから3ヶ月経ちますが、まだトヤしてるのか微妙です。頭のあたりがちょっとずつ白いかなってほどなんですけど、こんなもん。いや、あのね、毛が抜ける、見た目で。3ヶ月だったらもうトヤしてるはずなんだけど、ヒナの時朝黒いじゃん。で、こういう何文鳥買ったんだっけ、白文鳥、多分色が残ってるのがもう抜けてこう真っ白になるか、まあ白文鳥って言われてごま塩文鳥だったりすることあるんだけど、まあ毛が抜けるはずだよ、明らかに。もう剥げてくるの、ボロボロに剥げてくる。
どうなんだろう、もうハゲ散らかしてておかしくないと思うけど、釈迦ってオウムのって何？いいね。かわいいよ。めちゃめちゃ懐くよ。かわいいね。うん。元気だね。博文書、鳥かご掃除すると羽が抜けてるんですか？ハゲてはない。羽が抜けてるんだったら多分トヤ始まってると思う。ゆっくりなんだ、うん、ごめん、セイントセイヤ読んだことない。いや、ペコが俺のこと嫌いなの。ペコは釈迦が大好きで2番目にのんちゃんが大好きだ。俺の言うこと聞かない。最近慣れてきて俺の手のひらに乗るけど、うん、例えば独立させてやろうとするとほら嫌がるんだ。こういう風にやってもどっか飛んでっちゃう。俺があんま好きじゃないの、ペコ。もうのりこがずっと餌あげてたからね。ペコ、そうだね、うん。でも多分ね、その反抗期っていうか、ガブ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 噛むようになったからが大変だから、トヤが始まって、で半年とか1年ぐらい経つまでずっとガブ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 噛むから。ペコはイケメンだよ。クリーム文鳥だから、外人だから。クリームじゃない、シナモン、外人の色だから。日本のね、種類は白いやつ。突然変異、寿命が短いって言われてるけどね。博文鳥はもう固定化してるから結構耐久力あるんだけど、真っ白いの可愛いよな。ラブラブだよ。踏みつぶされちゃうぞ。嘘、シルバー文鳥いた。超かっこいいでしょ、シルバー。高いけどね。ついてるから取ってあげるよ。くちばしについてるから、それ食べたらダメ。羽だから自分の。ラブラブだよ。手のひらで寝るからさ、川この中で寝るんだ。ほら入るでしょ。これはね、釈迦の方が慣れてるから、釈迦の方がどうしても可愛くなっちゃう。もちろんペコも可愛いけど、懐いてない俺に。
愛情を持って育てれば動物俺全部懐くよ。てかむしろね、なんかね、犬とか猫とか飼ってる人で懐いてないのとか見ると飼い方がすぐわかる。あ、優しくないの、うん、飼い主が。愛情を持って育てたら絶対懐くから、動物って素直だから。だからペットを見るとその人がどういう人かわかるよ。子供の頃から手のひらで餌あげたりとか、一緒に寝たりとか、もうなんだろう、ずっとただこうしてるだけ、いっぱい話しかけてあげるの。要はもう敵じゃないって。めちゃめちゃ懐くよね、えハマるよね。だからね、ペットロスってペットがなく、あーやめろやめろ、ペットロスって言ってペットが死んじゃった後にへこむのすごいらしいよ。ん、あ、ライカのレンズ使ってるんだ。知らなかった。あ、ISO もすごいね。それはすごいや。離れないもん。全然。ねえ、坂。坂、だから鳥の言語とか分かるようになるよ。言語っていうか、まあ感情を6つぐらい分かるようになる、鳴き声で。あと優しいよ鳥は。鳥はすごく優しい。そうだよ、そうだよ、一緒。はい、ブロックです。うちフォロワー限定放送なんで、フォローしてない人はコメント書かないでください。ブロックです。っていうかね、あの鳥はね、自分の手を鳥っていうか自分の体だと認識すんの。顔がここにあるっていうよりもこれが体だと思ってるから、手が、手のひらが。だからキーボードで遊んだりスマホで遊んでるっていうのは、要は友達と遊んでるっていう風に勘違いしてんの。だからスマホとか攻撃しない、コツ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 。要は私のご主人様よみたいな。すごい嫉妬深いのね鳥って。だこういう風にコツ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 攻撃するはずなんだよ。あれは攻撃してんの。いや、スマホどっか行きなさいよって。でキーボードはでかいから多分遊び場だと思ってるんだよね。いや、手カチャカチャやってるから、だから座ったりとかあそこで遊ぼうとするの。真似してるんだよ、なんか楽しそうって。スマホをどっかに置くと落ち着くよ。スマホを追っかけてるんじゃなくて、手をこうやって指で動かしてるから撫でたりとか、要は私も撫でてよってやってんの。はい、こんばんは。コツコツしてんの、攻撃。嫉妬してるんだよ。私と遊んでよって。私と遊んでっていうか、なんかどっか行きなよみたいな。スマホに対してやってんの。もうどっか行ってよって。うわあ、ダメだって顔乗ったら、セクシーでしょ。冬眠とか早いかもね。
つあげれば、うん、まあ今のうちに食べるんだったら食べてもいいと思うよ。あげてみれば、ちょっとした一眼レフは俺はねおすすめしない。スペック的に買うんだったら、あ、お、アルファ7クラスのを買った方がいい。20万30万のクラス、いい男でしょ。鳥はいいよ。かわいい。うん、あげてみるといいよ。ママさんこんにちは、よろしく。頭治ったってどういうこと？みつさんごめんなさい、ここねフォロワー限定放送なんで、フォローしてない人はブロック対象です。マナー守ろうね。はい、ワドツー、みゆきちゃんいらっしゃい。お、ケンボーいらっしゃい。すいません、言っても聞かないみたいなんで。あー、フォローしてくれたんだ、ありがとう。痛い痛い痛い、やめて、強くしないで。わかんない、いきなり頭がどうにかなったって言われた。結構爪切る？爪伸びてきたな。なんでペコだけ伸びるんだろう。爪切る？ペコ大丈夫かな。ん？なんで怒ったの？微妙なところだ。病院連れて行く？一体何よ。
めてペコ。オスは要はこういう状態、白文鳥もそうなんだけど、羽が抜け替わったタイミング、トヤが終わったタイミングで思春期に入るのね。16歳、15歳とか14歳とか、だからその時に歌い始めるよ。でもね、多分もうそろそろ分かるんじゃないかな。あのね、目の大きさ、目の色が釈迦見てもらったら分かる。いやー喧嘩しない、目赤くないでしょ、釈迦の目の縁の周り。ペコ見たら目が赤いの分かる、目の周りが真っ赤なの。アイリングって言うんだけど、あとくちばしの大きさがペコの色と、ペコ真っ赤でしょ、くちばしでかいでしょ、で釈迦はくちばしピンクでしょ、ちょっと小さいの分かる。くちばしの色でね、こんだけ違うから、なんかつやっぽいんだよね、オスの方が、うん、オスの方が真っ赤なので、体もでかいの、ガシッとしてて、で目の色とかいろいろその違う部分が出てくるから、もうそろそろ分かると思う。多分オスじゃないかな。でメスの方がおとなしくて、オスの方が活発。うん、だね、歌い出すのは半年ぐらいかかってからじゃなかったかな。生後半年か、突然歌い出すっつうかね、なんかまずピッピッって鳴くのがブジューブジューとか、なんか変な歌い方、歌じゃないんだよ最初は。グゼリっていうんだけど、さえずりの手前にグゼリっていうのがあって、いろんな音で遊ぶようになるの、声、変な声の発声を始めて。だ変な鳴き方したらもう俺はほら、釈迦ってメスだったから、釈迦の声は聞いてたから、これキュッキュッて鳴くじゃん、釈迦釈迦釈迦、うん、こういう鳴き方、釈迦、うん、これとは違う鳴き方をすんのよ。ピープチュープチュープチューとか言ったりとか、フィューフィューフィューとか言うの。そしたらまあ、ああオスだと。あとはダンスを始めるね。うんうん、あーうずらかわいいね。まあ、懐くっていうか、もうこの子たちはもう自分、釈迦こっちの方は特に自分のこと人間だと思ってるから、うん、手のひらに寝るしね、ほら、この子はそんな懐いてない、まだ。手のひらの中で寝るから。もう4年も飼ってりゃこうなるよ。いや手のひらの中でクーって寝るよ。俺の指を枕にくちばしこうやって置いて寝るよ。ふーって。かわいいよ。毎日遊ばないとこうならないよ。かわいいよ。だから1日30分から1時間ぐらい遊んで、こうやって遊べる人じゃないと無理だね。だから懐くかどうかは育て方ね。だからペットショップとかでも、ひなから育てないんで、大人から育てようと思ったら買っちゃうじゃん、大人だと楽だから。でもこうならないって言われる。なんだワード嘘じゃんつって、それあれでしょうって、大人の取り方でしょうって、ペットショップの店員がほったらかしだから、餌あげてるだけだから、あの手のひらに乗っからないよって、そういう時。手ガブガブしないでペコ、痛い痛いペコ、ペコやめて、ダメだよ。ペコほんといたずらなんだよ。卵から育てたらもうベタ慣れっすよね。卵羽化からやってるんだ。すげえな。本格的だわ。まあ鳥は可愛いよ。
鳥飼ってると分かるけどさ、恐竜の末裔だよね多分。鳥全般飼ってる人分かるんだよ。足とか見ても骨格見ても恐竜なの。気性の荒さとかすっごい気性荒いのよ。で、あの文鳥は人間の知能指数でいうと5歳ぐらいの知能があるの。そんな風に見えないじゃん。これ5歳本当に頭いいんだよ。で、あの5歳ぐらいの知能あるけど感情年齢が2歳ぐらいの。もう感情、要はね、怒ったり笑ったり泣いたりの喜怒哀楽が激しいの。鳥は頭いいよ。あのカラスとかも頭いいじゃん。でも感情の起伏が激しいだけなの。だからすぐ攻撃したりとか、まあ飼ってるからね。文章は頭いい、すごく。自分の名前覚えるし、あの俺の感情も読み解くし、なんでか分かんないけど。ペコいたずらしないの？まだ落ち着かないの？ペコペコ、うん、痛いよペコ。ペコやめて。めっちゃ俺だから奇跡だと思うもん。25g しかないの体重が。約 25g でこんな賢いのってどういうこと？とか思って。いや生命ってすごいよ。脳みそこんなしかないわけじゃん、うん、いやペコはやんちゃなんだよ。ヤンキーなの。エグザイルみたいな感じだ。イケメンで歌が上手くてダンスが踊れるけど頭悪い感じ。エグザイル系男子だから。坂はほら、あの文化系女子だから、オタク女子だから、美人なんだけどこう癖が強い女子だから大っ嫌いなの。エグザイル系男子が頭悪そうなさ。ペコはだからイケメンだよ。でもストーカーなんだよね、シャカちゃんの。おいで。あ、頭に乗らないの、うん、でだからあの倖田來未とかエグザイルとか浜崎あゆみとか、ああいうの大っ嫌いだから俺、うん、ドキュンドキュンだよ、ドキュン。賢くない。よっしゃ、そろそろ帰る？そろそろ帰る？遊んだ？たくさん。いっぱいたくさん遊んだ？痛い痛い、ガブガブしない。なんで怒んだよ。痛えな、おいおいおい。はい、帰って。はい、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 はい。はい、さあちゃんも帰るよ。はい、こっちおいて。はい、帰り。はい、はい、はい。遊んでも坂が距離と、そうそうそう。ストーカーだからペコは。鳥はかわいいよ。激辛アイテムありがとう。延長チケットありがとう。
いたまありがとう。はい、ワドツー、おはよう、おはよう。ありがたいね。演奏代もバカになんないからね。ありがとう、ふわちゃり、ありがとう。今何時だ。散歩でもするか。お散歩しよう。あ、ジーパンのベルトがないんだ、どうしよう。ジーパンごと昨日シャワー浴びちゃったから、どうしよう。ベルト可愛い。あ、ベルト乾いた。あ、カピカピだな、ベルト。大丈夫かな。胸に光るマークは流星。さあ出かけるか。自慢のジェットで敵を。カズアーサーありがとう。アイテムありがとうございます。敵を撃つ怒りの国から僕らのために。これなんだ。お出かけしようか。お散歩しよう。今日何曜日？金曜日？今日木曜日か。のんちゃんは昨日追い出した。頭にきた。昨日っていうか今朝追い出した。昨日もう今朝追い出しました。金曜日か今日。
金梅さんと慎吾さんって珍しい組み合わせだよね。絡みあったっけ、あの二人。じゃあ行くか。じゃあ行くか。お散歩、お散歩行こう。お散歩、お散歩。嬉しい、いいな。散歩行くぞ。家が完成してる。家が元に戻った。家が綺麗になった。これ俺の家のっていうかさ、もう工事終わったら元に戻してもらいたいんだけど、まあ、しっかりしてよ。そのまんまでさ、じゃあ行くか。明るいね。夕方6時なのにこんな明るいんだ。昼間みたいだね。すごいな。
暑いね今日ね、ちょっとね。でもなんか4月おかしかったよね、8月の頭とね。これ異常気象でやばいよね。どうなっちゃうんだろう今後。異常気象だよ。山梨も暑かった。都市温暖化じゃないんだね。なんかでも西東京の方に住みたいな将来。え、三原さんって島なんだっけ、住んでんの。三原さん島暮らしなの。山梨だとちょっと遠すぎない。でも田舎暮らしが好きだね俺は。田舎暮らしが好き。山梨はちょっと離れすぎてるかな。おー知らんけど、アイテムありがとう。サンキュー。伊豆大島なんだ。日立か。家賃安いんだよね。まあでも、まあ、40代で一軒家、なんか自分の家賃かからない家手に入れたら嬉しいな。まあ多分リスナーがくれるよ。家いらないからあげるよ。大富豪が見てるから。大富豪が家10軒ぐらいあるから1個あげるよって言われるよ。セミが死んでる。セミがたくさん転がってるわ。
家賃を払う意味が分かんないよな。なんで地球に住んでてさ、誰かに家賃を払わないといけないの。家賃制度反対なんだけど俺。家賃がかからない家を手に入れよう。税金はでも大したことないでしょ。固定資産税は。そんなにかかんないでしょ。だって6万払ってんだよ毎月。それより全然安いでしょ。違うのかな。それよりは安いと思うんだけどな。どうなんだろう。年間10万とかじゃないの。そんな大豪邸に住むわけじゃないからさ。臭いな、なんか。なんかすげえかっこいい空間見つけた。あれ何なんだろう。これ何なんだろう。なんかさ、こう中央公園の地下にさ、貯水タンクがあるんでしょ。超巨大な。これ何なんだろう。自家発排気口だって。これ何かな。何これ。こういうの中入ってみたいよね。何があるんだろう、この中に。給水所西門って書いてある。これがあれなんじゃないの？地下水路の入り口なんじゃないの？多分。それっぽくない？都庁が輝いとるよ。てんてってテンてってテンてってテン。都庁かっこいいよね。こうなんか城感がすごいよね。これ作った人天才だよ本当に。都庁はマジでかっこいい。コクーンタワーと都庁を作った人はね、俺天才だと思ってる。何元気だっつって。まあいいや、そろそろ90分経つんで終わりにします。また後で。お疲れ様です。ありがとうございました。おつです。